はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験面接、実はとても大切な最初の挨拶です。それでは西荻フレンドリースクール事務、ごめんなさい、室長の近藤由美先生、よろしくお願いします。すいません、間違えました。事務長ではなくて、失礼いたします。失礼いたします。今度変わります。いいです挨拶、最初の挨拶かね。はい、やってみたいんですよね。私いつもやってる、あの松浦君の代わりをね、自分がこんにちはってやってみたいっていつも言うんですけど、いつも却下されるんです。却下しない。じゃあいずれ、はいはい、そちらもでした。改めまして、西荻フレンドリースクール室長の近藤由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。失礼いたしました。はい、ということで、面接をする際に最初の挨拶が肝であると。そうですね。最近私もこう面接のね、はい、あの練習っていうのをやってるので、その自分でもあんまり気がつかなかったんですけれども、うん、うちのスタイルっていうのは、入ってきてね、ドアを開けてトントンとして入ってきた時に、そこなんですよ、最初の挨拶っていうのは。その、はい、入った時に子供からするか、うん、親からするかって、なんかどっちでもいいように思うんですけれども、こう見た感じとか感覚的なものから言うと、これはご家庭の面接ではないと。じゃあ今一度考えてみたら、これはこの小学校受験っていうのは誰のためにやってるものかっていうのをね、はい、考えると、小学校受験っていうのはその実際幼児の子供が学校に行くわけですよね、うん、ということはその幼児のために親たちがついてきてるっていうふうに私は解釈してるんですね、はい、でおそらく私先生も同じだと思うんですよ、うん、やっぱりこう入ってきて、まずもう親も最後の、まあ、母がね入ってきてドアを閉めたことを耳で感じて、その場ですぐに私は子供にこんにちはとかおはようございますとかって挨拶しなさいって教えてるんですよね。でもあるとこっちに逆の人見たんですよね、はいはい、入ってきてお母さんたちが最初によろしくお願いします、でまあ当然こんにちは、うん、でもね、その初めと終わりでどう区別があるかっていうと、うん、初めに子供が挨拶した方が、あ、子供のためにやってる面接だってやっぱり取りますよね、うん、親が最初に言ってから、うん、後から子供ったら主役は親になっちゃうんですよね。なるほど、なるほど、印象が違うかもしれない、ね、そう、印象が、うん、だけどその逆で入ってきて何も言わないのに子供から挨拶をするっていうのは、それはやっぱり、あ、ここは家庭が大事なんだなっていう、うん、だからそういうふうに親が最初にやるって指導してる幼児教室の人たちは、今度は前に回って確かにもう一回先生の目の前で挨拶をするんですよね。それもお父さんお母さんからっていう感じなんですよね。あ、なるほど。誰々の父でございます、うん、誰々の母でございます、で母でございますって言ってから子供が例えばこんにちはってもう一回言うケースと、うん、母でございます、どうぞよろしくお願いしますって言ってから子供がこんにちはっていう、うん、そういうところもあるんですよ、うんうん、でもさっと前に来てまず先生の顔を見てこんにちはっていう方が、あ、この子で面接で親たちは付属についてきてるんだなって思いますよね、うん、なるほど、うん、それと同じに逆で帰る時も終わったらさっと、あ、これで終わりですって言われたらさっと両親が立って、もちろん子供も立ちますけど、子供も最初にさようなら、私よく子供にありがとうございましたっていう風に言ってる子供もいるんですけれども、はい、うちの生徒にはいないですけど、それはやめてるので、やっぱり子供がね先生に対してね、ありがとうございましたなんていうべきものではないと思うんですよ。ちょっと大人っぽいかな。そう、それは子供らしくないんですよね、うん、絶対そう取ると思います、私、うんうん、学校側も。ありがとうございましたっていうのは誰かったら親なんですよね、うん、で子供はやっぱり終わったから必ず先生にさようならという、うん、
だから何をするも何を挨拶するも、はい、ともが最初は親または最初は子供ってこの2通りあるんですけども、はい、私は子供が先にやった方が、うん、子供のための面接に親たちが来てるんだなってそういう印象になるような気がするんですよね、うん、なるほどなるほど。だからまあそういうふうに私たちは統一してるんですけれども、うん、まあもしね直せるんだったらばやっぱり常に子供からするっていうのは大切じゃないかと思います。はい、そうですね、はい、もう翌日面接ですとかねもうすぐですっていう方はもう今から直すの大変かもしれないのでね、余裕がある方はね、そうですね、今からちょっと提出してみるのもいいかもしれません。はい、はい、ありがとうございます、はい、ぜひね面接やってみてください。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、では教室からのお知らせです。はい、西荻フレンドリースクール来月ですね、ゼロから始める小学校受験私立国立小学校入門セミナーというものを行います。11月9日の土曜日ということで、この日にやる意義というか、やっぱり都内の受験11月の、1日から、まあ、10日ぐらいまでかな、かなりぐわっとが有名校が集中してるんですよね。そうですね、だから、はい、ここのセミナー来ていただいた方はかなり本当に最新の情報を聞けますね。そうですね、うん、でやっぱり自分の子供に対してどういうね、うん、教室を選ぶかっていうことはやっぱり知った上で私立を選ぶ、うん、国立を選ぶ公立を選ぶっていうことはこれからね子育てをしていく上に私はとっても必要なんじゃないかなと思います。で何も考えないで公立をって言って、うん、で私が見てると本当に2年生ぐらいまではまあまあ行っても、うん、3年生ぐらいになってちょっとと思った時に編入をね、うん、やっぱり無理だから編入しようなんて思ってももう編入はもう11倍とかどの学校でもそうですから ね、うん、ね11倍ってどういうことかっていうと2人受ける時頃に14人来るとかね、うん、そういうのがまあすごい倍率なんですよ ね、 そうですよね。だからそれから比べると例えば小学校には 1. 点何倍の倍率で小学校1年生になれるものを小学校3年生で編入しようと思ったらそれが途端に 10倍になるんですよ ね、 ね難易度がぐーっと上がりますからね、うん、いや難しいです、うん、だから私立で嫌なら公立ならすぐに迎えてくれますけど公立が嫌だから私立なんていうのはもう全くまず無理っていう、うんうんうん、そうなんですよね。そうだからそういうことも含めて一体どういうもんなのかとかっていうことは知っててもいいんじゃないかと思います、うん、そうですね、まあ、今言ったみたいにね、その私立そして国立そして公立この3つそれぞれのね特徴についてとかもお話をしますので、はい、まさにそのうちは受験はいいですよって思ってる方も含めてぜひ聞いといて損はないかなって、もう一度ね振り返ってみるっていう必要性はあるんじゃないかと思います、うん、はい、ということで11月9日お待ちしております。はい、はい、お待ちしております。はい、続いてのお知らせです、面接特訓コースもあります。今ねお話しした通りですけど最初のご挨拶も非常に大事です。やっぱりしっかりと打ち合わせをして練習をして取り組まなければ、バッチリと本番できません。やっぱり魔法ついてしまうこともありますのでね、こちらもぜひ練習していただければと思います。面接特訓コースは平日と、土曜日に行っております。比較的こちらも遅い時間対応可能ですのでいろんな幼児教室や習い事と掛け持ちしている方でも利用することができると思います。後悔のない準備をするためにもぜひこちらご活用ください。西荻願書クリニックではご家庭のオリジナリティを重視した願書作成のお手伝いをいたします。ぜひ、ね、学校に対して印象に残る、願書を作成できるように、こちら活用いただければと思います。小学校受験短期集中コース、こちらも現在受付中です。お困りの方ぜひこちらもご利用ください。小学校受験総合対策講座、こちら年長さんを対象としておりまして12日制ですね、月4回の授業を取っていただいた方は、まずお預かり授業絵画工作クラス願書対策面接対策などを特別価格で利用することができます。募集期間2019と書いてありますが2020年以降も開講予定となっております。やっぱりその見ていただければわかると思うんですけど、願書から面接そして、工作に至るまでやっぱり受験に対する、内容
網羅的に全てできることをやっていきましょうという講座ですので、お困りの方、そしてより少しでも合格に近づきたい方はこちらのご利用も検討していただければと思います。もちろんね、正規の受験クラス、年長クラスも募集しておりますのでご活用ください。メールマガジンも配信しております。セミナーの先行情報やさまざまな各種講座先行的に、早めにご案内をしていきますので、ぜひご登録ください。子育て幼児教育相談会は平日土曜日遅い時間にも実施をしております。遠方の方はスカイプなどもね、ご活用いただけますのでご検討ください。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。西荻フレンドリースクールでは今後も小学校受験、幼稚園受験、また海外での教育や英語教育についてなどお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。